すいません、お待たせをいたしました。記者会見を始めさせていただきますが、記者会見と申しますよりも、約1年間にわたりまして、私自身外務副大臣を、させていただきました。その間、記者の皆様方に、お支えいただき、またご指導をいただきました。そのお礼をさせていただきたいというふうに思っております。私自身の担当はアジア大洋州、そして中東アフリカの地域を担当させていただきました。そして、軍縮不拡散、あるいは領事、そして国際協力の ODA というものも担当だったわけでありますけれども、特に開発国を、発展開発国といいますか、担当させていただいて、私自身は特に国際協力 ODA の案件について各地を回らせていただきまして、今後やはり特に環境を重視したクールアースパートナーシップのやはりこれからもしっかりとした形で協議を ODA をしていかなければいけないこと、あるいはやはり同じやはり国際協力するにおきましても現地の人材育成というものをしっかりとやった中で、その国が対象国が自立していけるものをしっかりとやはりやっていかなければいけないということを特にアジア大洋州やあるいは中東アフリカ行かせていただきまして、その大切さというものを改めて認識をした1年間でもありました。またIAEA の今回の事務局長選挙で、世界各国いろいろな方ともお会いさせていただきましたけれども、これにつきましても日本の天野大使が、今総会をされているようですけれども、正式に決定をされてから、大変なこれから この軍縮やまた原子力につきましては大変重要な位置を占めるものであるというふうに思います。そういった中で天野大使が事務局長に就任をしていただいたということは、我が国にとっても、これは大変なこれからの国際社会においての位置づけというものと、そしてこれからのやはりテロの問題等も含めて重要なものになっていき、またあるいは核の平和利用等についても、専門である天野大使でありますから、事務局長に就任いただいて、全力で頑張っていただきたいと思いますし、それについてはさらに外務省が一丸となってやっていかなければいけない問題であるということを、また改めて思った1年間でもありました。またその中でやはり北朝鮮の問題ですとか、また私も副大臣に就任させていただいて、すぐにやはりいろいろな消費者の方たちから、外務省には食の安全安心についてしっかりと取り組んでいただきたいという、そういう声が多く上がっていたものですから、私自身が食の担当をさせていただいて、省内に食の安全連絡協議会というのを設置をさせていただきました。これも引き続いてぜひ次期、大臣の下でもやっていただければというふうにも思っているところであります。またやはりこれからの国際社会におきまして、このインド洋における補給支援法というもの、そしてまた海賊の対処法、こういったものもやはり今日本のやっていることというのは国際社会において大変重要であり、そして敬意と感謝をしていただいているものでありますので、これについてもやはり継続というものが外交にとっては大切だとありますから、そのことも期待をさせていただきたいというふうに思っております。また伊藤副大臣の所掌であったんですけれども、広報文化スポーツの中ですが、その中で私自身が
アスリートであったということと、また2016年の東京オリンピックの招致委員会の顧問という立場でも前々からあったものですから、スポーツの部分の担当だけは私が外務省の中でさせていただきました。外務副大臣を16日で、降りるわけでありますけれども、2016年のオリンピックにつきましては10月の2日にコペンハーゲンでデンマークで最終のプレゼンテーションが行われ決定されるということになっておりますので、今度はできればでありますけれども、招致委員会の顧問という立場で現地の方に出向いて最後までの活動に参加をさせていただき全力を尽くしたいと思っております。このことに関してはまた引き続いて外務省でも支援をしっかりとやっていただければというふうに思っております。本当にいろいろなことが多かったこの1年間でありますけれども、これからの、内閣あるいは外務省に大きな期待を申し上げ、そして私自身もこの1年間というものの経験を生かさせていただいて、しっかりとサポートといいますか支援をさせていただけるところは支援をし、そしてやはりこれからの国際社会において日本がしっかりとした位置づけというものになるような外交政策についても意見を申し述べる立場になっていきたいなというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。本日はありがとうございました。1年間ありがとうございました。それではご質問をお願いします。よろしいでしょうか。朝日新聞の方と申しますが、外務副大臣という制度についてですね、率直に機能しているのかというのを1年に経験されてご感想を伺いたいと思います。というのも政務次官時代はですね、盲腸というようなことを時に言われたりして、で特に外務省の場合は外務副大臣ができた時にかなり期待もあって、国会の了承がないと外務大臣が自由になかなか外遊も国会開会中はままならないという状況が少しは改善されるんじゃないかという期待もあったかと思うんですけれども、見ているとその部分はほとんど変わらないと。委員会なんかでは外務大臣、外務副大臣がずらっと並んで、いるような状況も見ましたし、一方で北朝鮮が核実験やった時には外務大臣がいらっしゃらなくて大臣が対応したけれども、必ずしも十分な情報さえ持っていなかったということが見受けられたということで、外務副大臣という制度が果たして十分にですね、機能していたのかという疑問を持つわけですけれども、ご自身どういうふうに思いますか。そうですね、私自身1年間やらせていただいて、外交というものに休みはやっぱりないわけですから、大臣が行くべきのものはほとんどだったわけですけれども、ただその間に国会日程等で行けないことが多い、その間にやはり次の外務副大臣が行くべき問題であるということはたくさんありました。ただ国会の中で特に参議院の方はねじれがありましたので、なかなか国体でのそういう委員会をスムーズに運営させていくという上におきましては、正直言って本当は行かなければいけない部分にストップがかかってしまったというのは大変残念なものだったなというふうに思っております。本来はやはり外務大臣がいらっしゃれば、サポートとしての、政務官がいるわけでありますので、また政務官が海外に行けることになれば、私たちが大臣の時に副大臣として委員会にいなければいけない、そのことで必ずしも重要なものは全てでありますけれども、やはり外交にとって留守にしてしまっては、留守というのはその海外の会議ですね、やはり留守にしてしまってはやはりこの日本の外交においてのこう立場といいますか、誠意というものが本当にこれでいいのかというふうに世界各国からもやはり問われる部分というのはあったというふうに正直思いますので、そのことに関してはやはり両党とも外交というのは清掃の具にするものでも何でもないと私は思ってますので、やはりしっかりとした中で大臣が行けないときはスムーズな形でですね、副大臣がやはり外交外遊が
できるようなシステムというのはこれからお願いしたいなというふうに思いますし、また逆の立場で私の方は野党になるわけですから、大事なやはり会議があるときにはその副大臣あるいは大臣がやはり言っていただけるようなそういうふうなことも別な逆な側の立場としてはですねしっかりしなければいけないのではないかなというふうにも感じました、はい、副大臣会見がですね非常にお休みされることが多かったと お二人らっしゃるにもかかわらず、ちゃんと数えてませんけれども半分、やられたかどうかという感じだったように思うんですけど、これはどうしてでしょうか、はい、いちいち理由を聞いてないので改めて述べて伺いたいと思います、政務も入っていたということもあり、また隔週担当だったということで、その隔週で伊藤副大臣と私が1週間おきに交互だったわけなんですけれども、実際に私自身が記者会見ができる日程であったとしても、伊藤副大臣の担当の日であればできなかったりですとか、そういうふうなちょっと臨機応変にできることがあればよかったのかなというふうには感じる部分はありますけれども、ただそういうふうにやってしまうと今度の次のもう一人の副大臣伊藤大臣の日程がまたずれてしまうというようなこともありということで、この定例日そして定例時間外ということでセットをすることがこれからはできれば逆にいいのかなというふうにも思ったりはしておりますけれども、実際に公務とそしてまた政務ということの中で、伊藤副大臣も相当選挙がいつあるかわからないというような状況の中で海外も含めあるいは地元も含めということで相当なハードな日程で動かれていました。で、私自身も実際に自分自身が選挙の身ではなかったわけですけれども、そのに関連した中で外交とあるいは政務との関わりの中で相当その時間不在が多かったということで、定例の時間に記者会見ができなかったということの、数の少なさにおいては、お詫びを申し上げなければいけないなというふうに思っております。今政務とおっしゃったんですけども、記者会見はわずかとはいえ公務の一部だと思うんですけども、公務よりも大事な政務があったというふうに判断されたということでしょうか。そうするとですね、つまり副大臣という職務をですねどれほど重要視されていたのか非常に疑問に思うわけですね。つまり記者会見はわずかその公務ほんの小さな一部分であって、一時は万にそういうふうにですね、政務を公務より優先する判断をして副大臣という職務を務められてこられたのかというふうに受け止められるんですが、その点いかがでしょうか。いえ、政務は公務よりもちろん大事だとかそういうことでは全くありませんで、関連した動きの中で公務とそしてまた政務の中でつながりの中でその公務というものの時間をこの場所にいることができないということがありましたので、なかなか政務ということで離れることもあり、東京にいる戻ってくることができないような状況であったということなんです。副大臣の職務というのはそういう優先順位のもとでお仕事されている。もちろん副大臣はの公務というのはもう最大限の仕事でありますから、そのことの中でここに戻ってくることができなかったりする部分がありましたので、その間に現地でまたは地方で結局この時間は間に合わない、だけれども向こうにいるんであればそれは結局は政務になる時もあったということの理由の中で、政務というふうに位置づけられるんだと思いますけれども、必ずしも政務の方が重要だったから記者会見をできなかったということではないということです。先ほどご挨拶の中で少し言及があったんですけれども、民主党が来年の1月以降撤退を表明しているインド洋の補給活動について、
あのアメリカの国防総省の報道官が、それはぜひ続けてほしいというようなことを記者会見で、言ったんですけれども、そのことについての受け止めをお願いします。やはりこれは大切な法案だと思いますし、やはり先ほどもお話しさせていただいたように、これはやはりテロリスト対策においては世界でも求められているものでもありますから、ぜひとも継続をしていただくべきだというふうに思っております。これからの内閣あるいは大臣、外務大臣に、外務省にそのことについてはぜひ継続ということの中でしっかりとやっていただきたいという思いはあります。すみません、毎日新聞の須藤と言いますけれども、先ほど挨拶の中でコペンハーゲンのことをおっしゃってましたけれども、政権変わるわけですけれども、団体の中にはですね、麻生さんは多分行かれる予定だったと思うんだけれども、政権が変わって首相が変わっても次期首相にはですね、ぜひコペンハーゲンに行ってほしいという声があるということは当然大臣もご存知、橋本さんもご存知だと思うんですけれども、橋本さん自身もやっぱり次期政権の首相にはコペンハーゲンぜひ行っていただきたいというそういうお気持ちでいらっしゃいますでしょうか。そうですね、やはり今までの世界各国いろんな都市が手を挙げてますけれども、日本の首相が最後のプレゼンテーションで行かれたことがないもんですから、多分ですけれどもオバマ大統領も行かれると思いますし、リオにしてもやはりマドリードにしてもですね、国を挙げてのことでありますから、そういった意味でやはりできる限り首相に行っていただきたいという思いは、これはスポーツ界挙げて思っていることです。共同通信の上西からと言います。政権が変わるということで、民主党は政治主導というのを前面に押し出してですね、省庁の意思決定は政治家がやるんだということを言ってるんですけれども、ご自身の振り返られてですね、大臣との連絡とかですね、いわゆる大臣、副大臣、政務官でこの省をリードしていくというような意味で、かなりこう省庁の政策意思決定にどの程度関与できたかというのはどのようにお考えですか。すみません、最初の部分がちょっと、すみません、民主党はですね、大臣、副大臣、政務官という、政務三役で省庁の意思決定をするということを言っているんですけども、それへの反論ではないんですが、振り返られてですね、ご自身十分にこの省庁の外務省としての意思決定に関与できたかどうかという点についてどのようにお考えでしょうかと。そうですね、これからの民主党さんのマニフェスト等を見させていただいて、かなりの、政治家が各省庁に入るということでありますので、そのことに関してこれから どこまでの部分が意思決定の中に当然意思決定は大臣ですけれども、その中身の部分まで政治家が入ってくるのかというのは私どもがこれ今分かるわけではありませんけれども、1年間やはり担当させていただいた部署の中で、例えば ODA ですとか、そういったことにおいてというのはしっかりとした考え方というのを大臣に伝え、そしてその大臣からまた ODA 等に関しての思いというものを重要政策の中で決定はさせていただいたのかなというふうに思っております。今のお質問に関連してなんですけれども、これまで大臣に意思決定についてですね、その政策について提言をしたりとかということがあったときに、今おっしゃられましたけれども、具体的に定期的にですね、大臣、副大臣、政務官でですね、集まるような場がこれまであったのか、どういうような政治家同士でですね、意思決定をされていたのかっていうのを伺いたいのと、あと民主党は実際チームになってやるというふうに言っているわけですけれども、果たしてこれまで会見後ですね、
政務のお仕事で来られなくなってしまうというようなことをおっしゃられているように、その、まあ、他のお仕事もあるという中で、そういうことが具体的にこう可能になるのかどうかという、可能かというのをご所見というか、お伺いしたいんです。これから新内閣の下で、その部分をどのようにチームを作ってやっていかれるかというのは、私の方からお話ができるような問題ではありませんので、今後のことについては当然、ご期待を申し上げるとしか言えない状況だとは思うんですけれども、今までの1年間の中では、各委員会ですとか、あるいはその前後ですとか、全員が当然、大臣、副大臣、政務官全員が集められることっていうのは、なかなか数、機会は少なかったわけですけれども、必ず一つ一つの案件において、あるいは海外の会議の後ですとか、そういうようなことに関しての報告、また意見等の交換、そういうのは密に大臣ともさせていただいたというふうに思います。他に質問ございますでしょうか。すみません、時事通信の高橋ですが、副大臣は自民党の参議院議員でございますけれども、その衆議院選挙を受けて、まだその麻生総裁の後継をどなたにするかということがまだ決まっておりませんし、その再選に向けた議論の途上にあるとは思うんですけれども、副大臣ご自身 の、どういう方をリーダーに据えて、政権奪回を目指すべきなのかという、どういうお考えなのかというのを、お聞かせください。そうですね、やはり今回の選挙の結果というものを踏まえて、早急にその内部がどうこうという問題ではなく、総括を早くして、そして自民党自身がどのようにしっかりと立て直していくかということに力を注いでいくべきだというふうに私は思っております。これは一参議院議員としての立場での話になるというふうに思うんですけれども、これから本当に新しい自民党を作り上げていくんだという意志の強い方がこれから総裁候補になっていただいて、その人の方の下で新しい自民党を立て直していくというふうに思っております。どうもありがとうございました。